さあ4球目、カットボール、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。7回までが終了しまして7対0、ライオンズリードを7点としています。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番野間、投げた、ストライク、少し迷ったか。1球目空振りから、第2球投げた、スラーブはボール。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、一二塁間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターはクロン。第9投げた、危ない球。第2球投げました、直球ストライク、低め、タイミング合いません。第3球はストレートはボール。第4球は打った、右中間へ上がった、ヒット。クロン、いいバッティングを見せました。バッターは2番堂林、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、縦のカーブ、ボール、まずはインロー。第2球打った、いい当たりだ、センターの左にボールが上がって、センター掴みました、クロン飛び出している。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、危ない球。第2球投げました、インコース低め、ストライク、投げました、ボール。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、レフト前ヒットになった。一塁ランナー三塁へ向かう、坂倉ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。このチャンスは何とかものにしたい。第9投げた、外角低め、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、インハイ見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、スリーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。カープ見事チャンスをものにしました。ここから反撃が始まります。さあリプレイです。バッターは5番松山、今日4度目のバッターボックス。第9投げました、スラーブはボール、まずはアウトロー。第2球投げました、フォーク決まってストライク。第3球を投げました、アウトロー見送ってストライク。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、一塁送球、外崎うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって7対3、カープあと4点を追いかけます。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村、投げました、初球打ってきた、ピッチャー返し、美優君ライナー破った、中村ナイスバッティングです。右バッターボックスは8番木村。第9投げた、完全に外れた、ボール。さあ次の投球、ボール。カープここはバントに警戒します。第3球を投げた、引っ張った、アウト。次が4球目、投げた、バントした、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。ライオンズ着想をものにできるか。第9初球スライダー空振り。第2球投げた、流し打ち、サードライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、ボール。振り返って2塁牽制球。第2球投げました、ボール。
投げました。3球目ストライク。次が4球目投げました。渾身のストレート空振り。タイミング合いません。追い込んでから第5球打ちました。ファール。投げました。外れた。ボール。第7球を投げました。スライダー。外れた。アボ。フルカウントから選びました。第9球投げた。初球打った。これはライトフライになった。取りました。これで3アウト。森浦やりました。カープこのまま勢いをつけたいところ。さあいよいよ最終回。この回の先頭バッターは西川。第9球初球はストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。縦のカーブ。ボール。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目。ストライク。さあ5球目。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9球投げた。外を際どい。ボール。第2球ストレートはボール。第3球は打った。ファール。投球これから4球目。ボール。さあ投球は5球目。投げた。5球目空振り。投げました。打ちました。外崎ボールを取る。アウト。ライオンズ勝利目前。左対左の勝負になります。ライオンズここは何としても抑えたい場面。第9球投げました。1球目ストレート空振り。少し迷ったか。第2球投げました。決まってストライク。さあいよいよあと1球。第3球を投げました。アウトロー。スラーブ外れてボール。投げました。ボール。さあ5球目打ちました。投球はこれから6球目。ボール。さあ7球目投げた。外れてフォアボール。左バッターボックスは野間。第9球投げた。初球縦のカーブは空振り。第2球ストライク。膝元厳しい球でした。追い込んで第3球を外側いっぱい。見逃し三振。ライオンズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対3ライオンズ勝ちました。勝利投手は浜谷。敗戦投手は玉村。ライオンズ全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でメットライフドームよりお伝えいたしました。